一応これ装備しとくか。多分ハードだとグリーンハーブこっちなんだよね。んでもう使っちゃって、よいしょ、ポンと回復。食らうかな。よし。よし。バッテリーパック。んで、どんなもん回復が必要になるか分からんけど、いろいろ預けて、アイテム欄は多い方がいいよね。念のため整備しよう。盗み聞きするジル。なんかやっぱコスチューム違うとだいぶ印象変わるよね。行っちゃおうか。ジル。よし。お。よし、君は撃ち抜く。しまった、使っちゃった、もったいな。意外に早く噛みつかれちゃったな、もったいない。そっか、外しといた方がよかったかな。この先にある護身用の銃あってもいいかもね。プラント42に使えるかもしれん。あ、ハンドガンのマガジンはないんだ。これだけか。見えるゾンビってなんか安心感があるな。多分ね、アイテム欄結構埋まりやすいと思うから預けてった方がいいかな。ショットガンの弾ね、多分新しく手に入らないんじゃないかな。てかショットガンもいらんぐらいだな。いらん、いらんねえ。なんか今気づいたけど、ここにカーボイハットが置いてあるんだね。なんか住んでる人の性格が出るな。舞台はアメリカだし、なんだろうね、テキサス出身とか、なんかそういう、この辺もあんのかな。この辺が近くなのかな。ラクーンシティ、何州にあるんだろう。
グリーンハーブ大事。多分これサメも見えないよね。うーわ、一応水しぶきは見える。噛まれた。どんなもん食らうのこれ。怖いな、怖い怖い。さあ何番？2番ね。マグナム。赤い本しか持ってない。サメが見えない。でかいやつも見えないかな。見えないね。綺麗に見えないね。いきなり見える方が怖いね。全然アイテム拾わなかったね。さすがハードモード。いいね。マガジンがある。やっぱマガジンを使えという。お達しだね。八を駆除。マガジン。アイテム整理しよう。赤いハーブはあるね。それでハンドガン。リボン回復、護身用拳銃も多分使うとこここぐらいしかないかな。こんな感じで多分十分だと思う。まずはドアを開けて、んで護身用拳銃装備してセーブ。さあここはナイフクリアで結構鍛えたからね。いけるでしょう。見えるね。あ、外れた。あ、触手が見えないのか。
危なげー。当たらん。出るかどうかは分からんね。あ、おう、回復。今思い出した、ハンドガンの時はねこっちの方がいいわ、この辺の方が。ただ左上のあの子が花粉を出してくるから、その時は避けないか。ちょうど今花粉出したね。避けれんかった。それだけ避ければ多分大丈夫。よし、あー、タイミングがめちゃくちゃ悪い。いい感じやな。めちゃくちゃあったの、60発ぐらいあった、ハンドガンの弾も。おクリア、クリアしたね、ハンドガンで。弾だいぶなくなったな。40発ぐらい打ち込んだかな。護身用当たればもうちょっと減らせたと思うんだけど、まあそれは私のエイム力がなかったからね。ここは残念だわ。一発クリア。よしよし。